えー、こんにちは。今日はね、立憲民主党の代表選。こちらの方をね、記者会見見せてもらいました。いやー、ちょっと痛々しいですね。なんかこれやらなくてもよかったんじゃないかなーっていうことと、この記者会見をやったがゆえに、なんか帰かって立憲民主党とどめを刺したんじゃないかなと。自分で自分の党に。もうなんか、代表になろうとしてる4人の、そこの熱さ,さとかね、内容の薄さとか、もう、 枝野さんもね、枝野さんでしょうもなかったんですけども、まあ似たようなもんかなというところですね。あれほど予算委員会で勢いのあった大阪誠二さんとかも、なんだかちっちゃくなっちゃったっていうかね、年を取っちゃったみたいな感じで、もうね、時代が終わっちゃってますよね、この人がね。で、小川淳也さんもいささか乗り遅れた感があるんですが、うーただやっぱりこう、エネルギーはね、まだ残ってるのかなと思いますが、いずれにしても、 この小川淳也さんは、うん、世間的にはちょっと人気があるのかもしれませんけどもその分党内で妬みを買ってちょっと浮いた存在になってるかなとそれこそこれ小川淳也さんが、うん、頭になると、まあ、辞めていく人も多いんじゃないかなと思うんですよねまあでもやめてもらって小さく再出発って手もありますけどねいずれにしても立憲民主党はこのままの大きさではもう持たないと思いますし ままあいささかうごうの州になってますねねこれは、ね、自分が国会議員であるありたいがゆえに集まってるだけという往生際の悪さもあるし大した政策は持ってないしね、えー、それこそ、まあ、自民党に対抗するような、うんまあ、何者も持ってないかなと、うんまあ、4年間ぐらいやってたかもしれませんけども、まあ、ここら辺で幕引きじゃないかなと思いますね。 誰が見るんだこの記者会見と思いましたけどもまあ私は見てますけどもこうやってねただね7時間で国政政党の記者会見が2000回ぐらいしか見られてないってこれ何なんだと思いますよ、うん、さようならですねここはね一層立憲民主党はあのあれですよね私はねれいわ新選組の仲間入りをした方がいいんじゃないかなと思うんですよ株組織としてね レア新選組に雑,雑巾書けから参加させてもらって国民のね苦しみとか本当に求められてる政治っていうのを、まあ、山本太郎代表から学んだ方がいいんじゃないかなと思いますよね。もう運命の差があると思いますねここは。うん、あの N 国党でもいいさ田島るたかしさんの方があれより正義があってより正しいことをたった一人でね力強くやってますよ。だから山太郎さん一人で持っている 政党、レア組まあ、これからねちょっと5人の国会議員ができてきて大石明子さんと多分2トップでできると思うんで頼もしいですけどね大石明子さんの力もすごいですけどねああいう令和新選組にもこの2人の星がいるわけですよ少なくともね立憲民主党誰もいないっていうかね終わった人はいるけどもうしょうもない人やんかしょうもなく目立った人はいるけども、うん、なんか日本を牽引する 力のある人は誰もいないいいななですねスターがいない、うん、小川淳也さんですら映画を背景にしてもこの程度ではねどうしようもないかなと思いますしあとは N 国党は立花孝さん一人の存在感であそこまで引っ張っていってるけどでも同時にですね超優秀な浜田参議院議員ねこの方がね、あのー、やっぱいるのがでかい丸山穂高さんは辞めちゃったけどもでもこの人がいたのもでかいですね。 まさに新しい時代を風穴開けて壁をぶち壊してくれるそんなのをそんな突破力をね令和新選組じゃないや N 国党には感じますけども立憲民主党はね N 国党や令和新選組以下の存在ですよこれは人数が多いだけの右往の州はっきり言って国会議員がなんでそんなにいるのみたいなね国会議員の品位を落とす国会議員しかいないとダメじゃんみたいなね代表格ばっかりが揃っちゃってるなと思いますね それこそ他党の批判に明け暮れている自分を磨く暇がなかったんじゃないかなとしか思えないですね少なくともあの層にしか見えないともちろん党内でね自分たちがやったんだみたいな自己正当化あるかもしれませんけどもその自己正当化してるところがもうどし難いわけですよちょっとねあの西田昌司さんの「週刊西舎」でも見て本当に我々が求めてるものをちょっとね何なのか見てほしいし何 立憲民主党の代表戦のこの動画と、れいわ新選組、それから立花孝さん、西田昌司さん、これ個人のね、チャンネルの大きさ、どっちが大きいか見てみるといいと思いますやっぱり SNS、前線の時代に、YouTube が見られないっていうのはね、うもう終わってるなぁと思うんですね、これはね。立憲民主党、ね、立憲民主党、もう何やってんだよ、本当に。 <laughs> いらないなここはな。いらない。はいりませんっていうかない方が多分日本はいい形になっていくんじゃないですか、うん、と思いますけどね。いらないですね。あの目のある国会議員の方は早く辞めてですね他党に合流した方がまだいいんじゃないかなと思います。うん、残念な記者会見でございました。